こちらはスナメリと呼ばれるイルカの仲間で、体長は 1.5 メートルから2メートルあります。このスナメリが名古屋市の川に突然現れました。昨日午後、名古屋市南区を流れる山崎川の河口近くで、イルカの仲間スナメリとみられる生き物が泳いでいるのを近所の人が見つけました。スナメリは河口から3キロほど上流まで遡って下流に戻るなど泳ぎ回っていましたが、今日は今のところ姿を見せていません。またまた近く通ったんで、見に来たって感じですか。そうですね。イルカ出たってのは聞いてます。テレビで見てる。見たいですか。見たい。名古屋港水族館では、伊勢湾に住むスナメリが名古屋港の奥に迷い込み川に入ってきた可能性があるとみて、今日職員が現地を調べています。